先の将軍の実弟足利義昭は将軍位につくことを望みながらも京の混乱を避け越前に滞在していた。やがて天下の四強今川、武田、上杉、毛利の講演を受けついに帰京。義昭は新たな将軍に任じられた。しかし将軍家は力を失って久しく、義昭は自らの権威をどうにかして世に認めさせられないか思案していた。永禄御前試合。頼もしき者たちの助けを得て京に帰り咲き、無事将軍の座を得た今、足利家の権威を改めて天下に知らしめねばと思うておる。三淵、何か妙案はあるか。されば上様のご上洛を助けた者たちを集め御前試合を催されてはいかがでござろう。今川、上杉、武田、毛利はいずれも強豪。上様の号令でかの者たちが集えば、将軍家の権威も天下に鳴り響くか。しかし私の号令であの者らを集められるかの。勝者を副将軍に任じると伝えれば喜んで参りましょう。上様は頼もしき副将軍を得られ一石二鳥。ほほう、確かに妙案だ。早速手配するがよいぞ。しかしいずれも癖者揃い。万一の備えに最下衆も呼んで目付役を務めさせましょう。さすが三淵、抜かりないの。どのような試合になるか楽しみなことよ。というわけです。信玄殿もご参加いただけますか。勝者は副将軍か。面白い、受けてやる。失礼ながら副将軍に興味がおありで。天下を牛耳るには都合がよかろう。今の話は聞かなかったことに。やっぱり勝者は信玄殿で決まりかな。後々のため試合で恩を売っとくか。これより試合を始める。皆存分に力を振るうがよいぞ。第一の試合の相手は我が兵が務める。できる限り早く倒してみせよう。我が野望のため俺が必ず勝つ。俺も手を貸すぜ。将来の副将軍様に恩を売っといて損はねえだろうか。一応伝えておくが、将軍様がいなくなりゃ試合は中止だそうだ。心に留めておいてくれ。敵兵を踏み散らす世の得意とするとこ、他の者どもに遅れを取ろうはずもないわ。罪なき兵を傷つけるのは心苦しいが、これも天下に正しきを示すため。老体には血と応える。がわしの勝ちは見えたな。出番だな。俺にやらせろ。ブス、さすがの腕前である。ちと簡単すぎたか。第2試合の相手はこの者たちを見事倒してみせるがよい。潰したり。聞かせていただこう。待ち上がれ。その荷をこっちに渡せ。この荷は
上様への献上品、賊どもに奪われるわけには。いいだろう。侵略すれば火の如く。レタープブス。こんなの将軍様の道楽だろ。なんで俺たちがこんなこと。良いではありませんか、長政殿。こんな試合も世が平穏であればこそです。それにまたとない鍛錬の機会だ。この試合を糧に強くなれるのなら、他の連中に勝ちたいなら素早く倒した方がいいんじゃねえか。強くならねば。おお、なんたる武勇。かの猛者たちを次々と倒してしまうとは。手番だ。将軍家の二打が襲われてるようだ。あれを守れば将軍様も褒めてくれるだろうぜ。侵略すれば火の如く。うむ、見事だ。噂にたがわぬ武勇よな。なんと大事な二打を守ってくれたのか。そなたの忠義しかと受け取ったぞ。では第三試合を開始する。身を隠した忍びを探り当て速やかに倒すのだ。各所に配した者たちから手がかりを得よう。さすれば忍びの居場所が明らかとなろう。侵略すること火の如く。忍びを見つけようとはまたもくだらぬ。忍びの剣か。俺たちに勝ったら教えてやる。いいだろう。あらが乙女だよ。見事知っていることを教えましょう。これじゃまだ忍びの居場所はわからねえな。もう一つ手がかりが欲しいと。手番だな。忍びの手がかりを得たくば我に力を示せ。いや、十分だ。忍びについて教えて差し上げよう。そこのお方、お助けください。邪魔する奴は許さねえ。やっちまえ。ありがとうございます。忍びですか。そういえばあちらで。なるほど、そういうことか。それにやらせろ。これで忍びの居場所も絞れそうだな。ブス。見つかっちまった。これで俺たちの負けだっけ。おう、隠れた忍びを見つけ出したか。うのみならず頭を冴えておるようだな。この私が御前試合に呼ばれぬとは、上様に問いたださねば気が済みませんね。何やら不穏な輩が乱入してきた。止めねえとまずいんじゃねえか。上様、松永が攻めてまいりましたぞ。すぐには城内の兵が少のうございません。各地の兵を呼び戻し守りを固めるのだ。他の奴らは松永に気づいてねえようだ。俺らで将軍様を守ればこりゃ大手柄だぜ。俺にやらせろ。おお、私の危機を察し駆けつけてくれたか。そなたの忠告褒めて使わす。
やれやれ、おかげで助かったぞ。そなたの比類なき忠義と実力見届けたぞ。副将軍にして使わす。これにて試合終了だ。試合が終わったと。バカだ、あやつが副将軍になるなどありえぬわ。ならば副将軍に勝てばよいのであろう。この場で真の勝者を決めようではないか。勝利条件変更。俺に勝とうなど勝者、格の違いを教えてやろう。ほら、副将軍はもう決まったのだ。勝手に試合を続けるでない。こりゃまずいな。あいつらが相手じゃ勝つのは簡単じゃねえぞ。照本、元橋、副将軍殿のお相手をいたせ。無論手加減は無用ぞ。はっ、行ってまいります。弓兵を加勢に向かわせよ。じわじわと弱らせ仕留めるのだ。さすがは副将軍といったところか。ならばこの老骨がお相手いたそうか。開門。いいだろう。腹が乙女だよ。どれ、副将軍殿に敬意を表し、余が直々に相手をして使わす。開門。ご主人は副将軍の座お主に譲ろう。日は熟した。皆副将軍のもとへ駆けよ。清く正しき上杉の力、思い知るがよい。御前試合と聞いてきたが、この乱戦はどうしたことか。我らにとっては好都合や。それ、今のうちに将軍を倒してしまえ。略することは火の如く。我ら京に返り咲くため将軍を討つ。出走するならば貴様も。皆の者、出会え出会え。副将軍に加勢するのだ。また将軍様のご命令だ。次は副将軍殿に加勢しろってよ。ここで副将軍殿が敗れれば乱世に逆戻りしないとも限らない。やるしかないだろう。三つぶち、何をのんきに見ておる。副将軍に助太刀してまいれ。は、直ちに。存外やりおる。ならば正真正銘、まことの今川義元が相手をしてやるわ。開門。うす。武田の武勇、天下無双よ。略すること披露だ。歯応えのないことだ。素質とは青いの。敵将潰したり。意地は見せたわ。もうよかろう。お見事にござった。どちらが天下の覇者にふさわしいか決着をつけようぞ。瀬名を傷つけるとは許せぬ。悪魔違う。
潰す。ウヌの力認めざるを得ぬか。輝かしいご活躍、さすがでございまする。大番だな武田の武勇、天下無双よ。敵将打ち取ったりだ。かなう相手ではなかったか。こいつは見切れねえぞ。面白い。相手に不足なし、この剣心が相手となろう。開門。略するほど火の如く。答えもないことだ。歯ごたえもないことだ。不浄なる者よ、そなたを払い聖堂を正さん。皆さん、腹がオトムだよ。大社に正しきを語る資格なし。飛行、これで天下は俺の思うままよ。ようやく終わったか。俺が見込んだ通り、やっぱりあいつが最強だったな。信玄殿が副将軍になってからというもの、天下の誰もが私を大切に扱ってくれるようになったぞ。上位に従わぬ者にはこの信玄がきつく灸を据えております。灸をか、そこまで厳しくせずとも。厳しくせねば従いませぬゆえ。そうか。ところで三淵の姿が見えぬが。あの者は不正があり暇を出し申した。な、私は聞いておらぬぞ。上様は庭でも眺めておればよいのです。天下のことは全てこの信玄に任されよう。